や、いいですね。めちゃくちゃかっこいい。うん、こんな感じ。いいな。これもいいですね。メカがね、透けて見えるっていうのがね。かっこいい。次にはこのリモコンを使います。はい、これで準備 OK ですね。はい、じゃあスイッチオン。はい、目が光りました。はい、今回紹介するのはこちら。スーパーメタルアクション太陽の使者鉄人28号スケルトンアーマーバージョンですね。はい。いや、めっちゃいいっすね。こちらね、メカニックが透けて見える、鉄人28号なんですね。このスケルトンのアーマーがついてると。でね、これね、スケルトンのアーマーだけじゃなくて、ちゃんとね、このダイキャストのアーマーもついてます。これをね、好きなようにね、組み替えて、好きなスタイルで飾るというフィギュアになってます。はい、いや、めっちゃかっこいいですね。メーカーが後ろはこんな感じ。いや、いいですね。で、いろいろね、こういうね、付属品とかもいろいろついてます。このリモコンとかね。目とか光るんですね。この胸とかね。はい。でね、これね、あれなんですよ。定価が、これね、税込みで定価がね、4万6000円ぐらいするんですよね。これ近所のお店でずっとね、やっぱ定価で売ってたんですよ。で、それ見てね、値段見て僕は欲しいなとは思ったけど、これ絶対手が出ないよなと思ってたんですよ。そしたらね、今日たまたま立ち寄ったら、これがね、なんと半額の2万3000円になってたんですよね。税込みで。いや、こりゃめっちゃ安いなと思ってね、買うしかないと思ってね、速攻買いました。他にもね、エボリューショントイのフィギュアと、このなんだっけ、ヒーローアクションフィギュア、これもね、軒並み全部4400円で売ってたんですよね。で、ミラーマンも一緒に買いました。あとは解決ズバットとか、イナズマンとかね、シルバー仮面とかいろいろあったんですけど、あとメタルダーか。メタルダー欲しかったんですけどね、ちょっと今回は、ちょっとスルーして、この2つだけ買ってきました。はい。で、今回はこちらの方を紹介していきたいと思います。じゃあちょっと開けてみますね。最初はスケルトンアーマーがついてますね。あー、なるほど。この状態で収納されてる。いや、いいっすね。透明。ほう。いや、いいなぁ。なんかパカッと外れちゃう。ちょっとあと、とりあえず出していきますか。まず本体だけ開けました。このスケルトン状態のやつですね。でね、これね、すごいのね、手がね、すごいんですよね。曲がるんですよ、各関節が。これすごいですね。第一関節も第二関節も全部こう曲がるようになっ
ってるんですね。握り手、開き手から握り手になると。ね、ここも開くのもすごいし。うん。じゃあちょっとこれつけてみますね。お、硬い。うん、硬いな。こっちもつけて。うん、ついた。はい、つけました。じゃあね、こっちのね、箱を開けていきたいと思います。では、もう片方の箱を開けていきたいと思います。はい、カバー開けてみました。こっちがこのダイキャストアーマーですね。冷たいです。硬い。で、こっちにいろいろ付属品が入ってる。これさっきクリッパーって言ったの、スキッパーですね。スキッパー、正しくはスキッパーです。こういう感じ。翔太郎くんの乗り物、まあなかなかよくできてますね。で、あ、はい、でちょっとね、これ装着していこうと思うんですけど、このトリセツ見ながらですかね。ちなみにトリセツにこういう、なんだっけ、ブースターキャリアっていうのが通常版だとあるみたいなんですけど、このスケルトンバージョンにはないですね、それが。はい、クリア装甲がこっちはついてるよと。で、まあ通常の装甲もついてると。で、こっちの説明書は通常版もスケルトン版も同じですね。いや、ちょっとすごいな、意外と説明書がすごいんで、ちょっとこれ見ながら作業していきたいと思います。まずこのライトユニットに電池を入れます。単4電池を2本ですね。で、こちらのリモコンにも単4電池を2本入れます。で、これを入れる、ここに入れるんだけど、入れるためにはこれを外さなきゃいけない。外れた。こっちも外れると。で、ここが、ここが、ああ、違うとこ外れちゃった。ダメだな、これ。いや、外れた。ダメだ、怖い、ちょっとなかなか外れない。はい、外せるパーツ全部外してみました。うん、これね、クリアパーツを全部外すとこんな風にね、さっきまでダイキャストの、こっちのね、ダイキャストのアーマーが入ってたところに収納できるようになってますね。はい、でこちらが取り出したアーマー、これダイキャストですね。カチカチ硬いです。で、ここね、胸開いてるところにこのね、ユニットを差し込むわけですね。ガチャンとはまります。おー、かっこいい。うん、こうなるわけです。これかっこいいですね、このメカがもろに見えてるの。うん、クリアパーツいるのかなね、これでかっこいいけど。で、ちょっと一つ問題があって、このね、肩アーマーがね、ゆるゆるなんですよ。このメッダイキャストに変えると。全然はまんないの、これ。ポロッと取れちゃう。でも、こっちだとぴったり合うんですよね。うん、こっち、反対側も同じなんですよ。こっちがね、ゆるゆるなんだよね。もう全然はまんないの。これね、なんかね、で、ここね、加工したような跡があるんだよね。だからちょっとね、これに、これとクリアのパーツとダイキャストのパーツの穴がね、合ってないのかもしれないですね。この辺ちょっと工夫必要ですね。はい。はい、とりあえずこの肩に関しては、このね、貼って剥がせる、しっかり貼っ
れで剥がせる両面テープ、いつも使ってるやつ、これで固定しました。まあ別にこれ開けた状態では固定できないんで、もういいかなこれで。うん、あとはこれを、こちらのパーツをパチパチはめ込んでいきたいと思います。はい、一応装着できました。かっこいいっすね。でもね、この辺股のあたりとかね、固定するのが大変でしたね。これもう、これ両面テープでくっつけちゃってます。全然なんかグラグラしちゃうんで、はい、で肩もここ両面テープはまんないんで、両面テープでくっつけたんですけど、これ外すとこういう感じになるから、あんま問題なさそうですね。はい。じゃあ引き続きね、詳しく見ていきたいと思います。はい、では詳しく見ていきたいと思います。いいですね。はい、まず可動なんですけど、結構動きますね。腕も上がるし、曲がるし。これポージングが結構決まりますね。足はそんなには上がらないかな。この干渉するから。で、普通だとね、このアーマーがね、動いちゃうんですよね。この足と一緒にね。これ今固定してるんで、両面テープで。そんなには動かないけど。で、膝は結構動くね。足は開きます。ここまで開くかな。で、足首は、この程度は動くと。こんな感じでね、ポーズを決めることができます。設置性はでもあんま良くないな、これグラグラしちゃうんだよな。でこれね、設置性悪くて、こう足支えてるうちに、このね、足膝がね、ガクンと後ろに倒れちゃったりするんだよね、これね。そんなに、グラグラなわけではないんだけども、重さに負けちゃうのかな。その辺注意ですね。はい。で、これ腰も曲がりますね。はい。いや、立たないな。立った。こんな感じ。いいですね。で、ギミックの方ちょっと見ていきますかね。まずこのね、足が開いて。これそんなにね、パカパカ外れちゃったりはしないですね。この差し込めるようになってるんで、そんなにパカパカはしないです。で、ここにね、スキッパーだったか、クリッパーか、クリッパーが入るようになってますね。これ、翔太郎くんもいます。これね、結構優秀なんですけど、この翔太郎くんがね、足がね、曲がるようになってるんですね。立つこともできるし、こうやって座らせることもできるようになってます。結構、優秀ですね、これは。であとね、反対側の足にもなんかいましたね。なんかロボットがいるんですよね。08っていうんだっけ？なんだっけ？これちっちゃいロボットがいます。
こんなとこですかね。あとはちょっとライトギミックを試していきたいと思います。はい、では目を光らせてみたいと思います。光らせるときにはこのリモコンを使います。これを畳んで開くわけですね。カチャッと、うん、でこのアンテナも伸びるんですね、これ、うん、でレバーを取り出して、はい、これで準備 OK ですね。で、あのね、ここにあの赤外線っていうか、なんか受光部があるんで、それをね、このままだとあの光らないんで、こんな風にここ開いてやると、うん、操作できます。はい、じゃあスイッチオン。はい、目が光りました。うん、かっこいいですね。でもね、これね、これはオンオフができないんですよね、このリモコンで。自動で消えるんですよね、数秒経つと自動で消えるっていう、うん、仕様になってんですよね。だからね、いちいちこれでね、スイッチオンして付け直さないといけないんですよね。本当はね、これ常時点灯させておきたいんですけどね、それできないみたいなんですよね。すごくそれが残念ですね。ちなみにこのリモコンで光らせるときに、この閉じたまま光らせたいときには、こんな風に閉じたままで光らせたいときには、このちょっとね、穴が開いてるパアーマーを使います。はい、はい、飛ばしてみました。こんなね、大きな図体なのにね、お飛行ポーズしっかり撮れるのがいいですね。あ、かっこいい。これね、頭がちゃんと上向くからね、こういう飛行ポーズが決まるんですよね。うん、あとこのね、後ろのブースターがちゃんと開くようになってるんですね。ただしこの垂直尾翼はね、止まらないんだよな。こんなもんやっちゃう。これはちょっといまいちですね。はい。はい。では、アーマーを外していきたいと思います。その前に、外す前のフォルムがこんな感じ。うん。いいですね。はい、アーマーを展開してみました。この左半分を展開してみました。いや、いいですね、めちゃくちゃかっこいい。うん、こんな感じ。いいですね。肩はね、こういう風に開きます。いいですね。足、おお、いいですね、このメカニックが。素晴らしい。そしてね、あとここもね、開くんですよ、実は。上を向くようにあるんですけど、これね、中に、わかるかな、目が、ちょっと光らせてみますか。ここに目があるんですね。はい。いや、これもいいですね。ちょっとね、このアーマーがね、邪魔くさいっていう場合は、ちょっと外してみたパターンも撮ってみたいと思います。はい、アーマーを完全に外してみました。いや、めっちゃかっこいいっすね。こんな感じ。うおー、かっけー。メカがよく見えますね。こうなってるんですね。足、さっきこの辺とかね、見えなかったですもんね。
で、外した装甲はここにあります。アーマーは。でね、さっきはここは開けてなかったんですけど、ここも開きますし、これも前に倒れてくるんですけど、もうちょっとめんどくさくてね、外してないんです。ここね、もう固定するのが大変なんで、このね、しっかり貼れて剥がせる両面テープ。これで固定してるんですよね。ちょっとここが残念。このね、股間のところに、このちっちゃい翔太郎くんが入るギミックがあるんですよ。そんなギミックいらないから、ここちゃんとね、ぴったり固定できるようにしてほしかったですね。はい。じゃあ次はですね、せっかくなんで、スケルトンアーマーの方を装着していきたいと思います。はい、スケルトンアーマーを装着してみました。胸のあたりまで装着してみました。いいな、これもいいですね。メカがね、透けて見えるっていうのがね、かっこいい。この足のあたりいいっすね。めっちゃかっこいい。これね、好きな部分をね、ダイキャストとスケルトンを交換してつけられるのが、いいですね。はい。はい。大体紹介できたかなと思うんですけど、いくつか残念なとこあるんですけど、このね、肩ね、これ通常版だったら問題ないはずなんですけど、このスケルトンバージョンに関しては、この後ろ側の軸、これをこのクリアパーツの穴に合わせるために削っちゃってるんですよね。だから、この、こっちが合わなくなっちゃうっていうね。削るんだったら逆だろうっていうのに、このクリアパーツの方の穴を削ればよかったのに、なぜかこっちの軸を削っちゃったみたいなんですよね。ちょっとね、アホですよね。で、あとはね、ここね、ここの股間のところのアーマーが外れやすいのがね、ちょっとなんか固定、うまく固定できないんですよね。なんかここね、股間のところこうやらないですけど、ちょっとこれ椅子みたいなの引き出して翔太郎くんをここに乗せられるって言うんですね。そんなギミックいらないっていう話ですよね。ここちゃんとしてほしかったですよね。あとはね、これね、ライト、これがね、数秒しか光らないってほんと残念ですよね。こんなんだったら発光ギミックいらなかったなと思うんですけど、まあそこら辺が残念ですかね。ただ想像してたよりはこのアーマーのねがちゃんとはまってる感じでしたね。そんなポロ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 外れてくるような感じではなかったです。そこは良かったですね。はい。まあ太陽鉄人としてはね、これはね、もう最高のフィギュアじゃないかと思います。はい。以上、太陽鉄人スケルトンバージョンのレビューでした。またねー。